どうも熱中症になりかけております。はい、ここからですね、3分セールスです。3分セール、3分セールスしますよ。暑い。はい、今ですね、ドリームアカデミア、値上げ前の、熱中症になるね、これね、間違いなく。クソ暑いね。あ、これ地獄だね。とりあえず、まあ、ドリームアカデミア値上げするんで、とりあえず買えと。どんなセールスやねん、もう暑すぎるよ。ドリームアカデミア入った方がいいっすよ、そろそろ。もうそろそろ入ってもいいんじゃないかな。もうそろそろ入りましょうよ、もう暑いよ。暑ね、まあ、とりあえずそのお問い合わせだけで大丈夫ですから、ね、お問い合わせ、まあ、お問い合わせしても買うか買わないかは、まあ、買わなかったらお問い合わせしても意味ないんですけど、まあ、意味あんのかな、まあいいや。まあ、とりあえず汗がやばい。やべ、あと2分ぐらいあるな。ちょっと持たないですね、クソ発。まあ、とりあえずドリームアカデミアいいところ、ドリームアカデミアいいところは、まあ、25年のサポートですね。後期のアップデート、汗のアップデート。あー、吹き出てる。まあ、他にないと思うんすよね、こんな塾。なくないですか。ないでしょね、ないっすよね、絶対ない。無料で25年ですよ。しかもサポート以外にも講義アップデートするからね。まあ、最近そのトップバズ、結構ね、トップバズに釣られてですね、ドリアカに興味ありますみたいな言っていただいてるんですけど、ドリアカ、トップバズはね、あくまでもサブのサブのサブのサブ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 超サブコンテンツですから、北島三郎ですよ。そうね、まあ、ぶっちゃけトップバズのノウハウだけでも30万ぐらい余裕で稼げますけどね。余裕で稼げますよ、トップバズだけでも。まあ、余裕っていうとね、まあ、なんだ、スキル人それぞれ違うんで一概に言えないですけど、稼げないってことがあんのかな。まあ、ちゃんとやればね、稼げますよ、ちゃんとやれば。だってね、もう塾費用回収したらプラスでしかないじゃないですかね、ずっと講義アップデートするんだから。まあ、今後も、まあ、去年トップバズに関してはプラットフォームできて新しく出ましたけど、インターネットってなんか情報が早いみたいに言うじゃないですか。まあ、確かにいろいろ出てきますよ。で、前もインスタグラム出てきた時に、僕インスタグラムのなんかノウハウこうやってましたけどね、確かにいろんなプラットフォーム出てくるんで、そのプラットフォームの稼ぎ方とか集客方法とかいろいろ出てきますよね、出てくるんです。あれ、あれ水漏れてるぞ。あれ水漏れてね。あれ、ええ、ちょっと待って、水漏れてるよ。え、ちょっと待って、ちょっと水漏れてる。ここほら、やばくない、やばないこれ。完全水漏れじゃないですかこれ、マジで。こっから水漏れってどういうこと、やばないですかこれ。ほらこれまた修理代だよ、また修理代。これこっから漏れるってどういうことやねん。窓は閉まってるよな、マジで。ちょ、ドリームアカデミア買ってよ、修理代またかかるやん。修理代かかるよ。こっから漏れるってどういうことやねん。うぃー、熱い、うぃー、熱いよ、熱い。もうこの車もね、手がかかってしゃあないね、ぶっ壊れまくって。まあ模型でいいんじゃないかなみたいなね。そう、まあ半端ないですね、熱いし。マジでこれめっちゃ漏れてるやん、自分。ほら、これわかります？これ、これどうして？まあ、3分セールじゃなくて4分になってますよね。4分になってますよ。もうちょっと終わりますけど、熱
つマジ地獄だねこれ。ドリームアカデミアそろそろね、そろそろいいんじゃないですか。もう値上げしますよ、値上げ。もうどんどん値上げすっからね。どんどん値上げして入りたいってなっても入れなくなるじゃん。そこちょっとあっちマジこれ無料サウナだね。無料サウナ、もうほんとね、サウナ行ってない人はサウナにお金払うんだったら車の中でセールスしてください。でそうするとセールスしながらね、無料で汗吹き出しながらセールス動画作れるし、これすごくないですか。サウナ入ったらね、他の人いてますからそんな動画撮れないじゃないですかね。車いい、サウナ無料サウナで、しかもこれね、今車現れてますから、現れながらの、死にますねこれ。終わった5分、やべ5分でこれ吹き出しています、やばいっすよ。まあ、バッテリー替えでね調子よくなりました。かかるあっちーマジでクソ熱い、あっち熱いよ。いやマジで暑いですからね。ちょっと今このね、なんかそのアメリカで50何度みたいな記録したらしいんですけど、日本も大抵暑いですからね。いやマジで今あの暖房クーラーつけずに車の中入ってセールス動画ちょっと作ってくださいよ。マジで僕の気持ちが分かるから、どれだけ暑いか。マジで暑い、吹き出るな。はい、ということで7分だけですげえ汗だ。ちょっとね、とりあえずもうドリームアカデミア行きましょう。そろそろ行ってもいいですよ。そろそろ吹き出ちゃうよ。はい、終わります。